はい、皆さんこんにちは。ファミサー編集部のターザン馬場です。そしてタイガー桜井です。カード山本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。います。今日何、今日はですね、ヤマトタケルゼロ、ヤマトタケルゼロが4月29日に来るんですよ。ゼロゼロ、はい、ちょっと進めて、はい、というわけでね、ヤマトタケルゼロ、うん、いや水っぽいね。いや水だろ、それ水だ。ヤマトタケルは水っぽい、はい、来ます。ヤマトタケルゼロが来ます。29日ですね。この子がね、一体、まあ、恐ろしいわ。そうですね、どんな感じに、ね、なっていくのかというね、予想をしていきたいと今回は思っております。ああ、はい、そういうことか、はい、でですね、29日金曜日祝日22時23時59分の間に来ますと。2時間、はい、うん、まあ 3DS で出たモンスターですと。 3DS ね、はい、で、まあ普通のことしか書いてないです。ヒントない、ノーヒント、今のところノーヒント、はいはい、ノーヒントです。困りましたね、お手上げです。今回は、でもいつもよりちょっぴり嬉しくなる報酬がもらえるかもって。なんだろう。何？なんだろう。何？オーブ。何？オーブ直ドローとか。ラックボール。オーブ違う。やばいだろ。みんなやるだろ。まあ、まあ、これは、ね、まあいつもね、いつも通りね、多分受信曲とか、国権値とかのことですね、うん。うん。というわけで、今回は予測不可能ということになりますね。はい、ありがとうございます。ちなみに今日は、はい、私たちがこの収録してるのは4月。26日ですね。4月26日、はい、はい、だからもしかしたらね、あ、この後出るかもしれないですね、はい、出るかもしれない、うん、というわけでじゃあ予想終わりますか。属性は水属性だから木でいこう、はい、見たら分かる。そうですね、じゃあ、今回、注目のモンスターからじゃあ見てみましょうか。今回ですね、私のね予想はね、まあやっぱりさあ、火で固めていく、あ、逆にね、その発想もあるんですけど、まあ、今回はこいつですよね、やっぱり。あ、アルミクトね、うん、重力ワープとか重力マイン、マイン重力、うん、はい、で、この全敵ロックン消費波3、うん、これが活躍するんじゃないかと。あ、じゃあ雑魚敵が多いってこと。うん、なんでまあ雑魚敵が多めで、まあギミックはマイン重力かなっていう。あ、意外とストレートに来たね。もうドストレートです、はいはい、今回はもうこれぐらいしかもうないよね、あのヒントというかね。そう、うん、シャンバラもね、これと似てるし、ね、あ、飛行重力だし、ね、シャンバラもね、飛行重力ですね。だからこれは臭いよね、臭い地雷と重力なんじゃないかな。でですね、私ですね、またなんかね、ヤマタケが今までいるところってさ、はい、ヤマタケットさん38回、はい、うん、超絶38回なんですよね、うん、あれと両方とも重力メインじゃないですか。うん、うん、まあね、確かに。なんでもうタケルは重力なんですよ。あ、もう、うん、まあ、だから水だから、あ、水、あ、イコール泡みたいな。そうそうそう、泡重力みたいな。ああ、そう、そういうことか。そういうことにしよう。なんで、ね、僕はやっぱ重力出ると思います。あ、なんやかんやでなんかさ、その被ってるから重力出ねえべみたいな、そういう雰囲気かと思いきや、のタケルに関してはもう重力、こいつは重力だってかもしれないね。火力高いイメージがあるからな。え、じゃあ何、その上で誰が熱いの、はい、まあ一番熱いのはこの先ほどのね、ロビンフットちゃん、ロビンフット、そう、ロビンフットちゃん、進化ロビンフットちゃんで、時点で、まあ、シャンバーラさん、シャンバーラさんね、はいはい、で、まあ、まあコルセアとか進化コルセアも、飛行重力。おお、そっかそっかそっか、そう、コルセアちゃんここね、かわいいね、進化コルセア、かわいい、進コルね。で、あとね、まあ、クフリンの神かも、はい、マイン重力です、うん、であとは弁慶の進化ね、僕持ってないんですけども、あちらは、貫通マイン重力、弁神ね、うん、弁神なっております、はいはい、まあ、ここら辺が大本命、あ、ですね。なるほど、ね、お、ポポタンちゃんもそうじゃん。あ、そう、ポポタンも僕、あ、これか、あ、多分これポポタンちゃんも自己重力、うん、はい、これも雑魚が多かったら一数稼げるんですよ、もうちょっとあれ、そうですね、貫通ボミス、ストライクショットと爆発入れていけば結構活躍するのでは、はいはい、なかろうか。なるほどね、はい、まあ、あれですよね、マリー・アントワネットで活躍したモンスターは活躍すると思うんですが、クシナダっているじゃないですか。いるね、はい。クシナダはね、ちょっとやっぱさすがに封じてくるんじゃないかなと思いました。まあね、まあみんな入れてくるだろうっていうことでね。え、うん、て
ことはアルキメデスも封じてくるってことですよ、うん、アルキメデスも封じていきますね。なんでアルキメデス、いや、マイン重力、マインダメをアジンだから。ああ、そう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 、そうかそうか。なんで、結構さ、キラー持ってるじゃないですか、ゼロって、うん、そうね。そっか、イザナミは、ゼロは神キラーでしょ、神連れてったらダメだし、あいつはアジンキラーですよね、クシナダゼロは。アジンじゃないや、神キラーか、クシナダゼロも。そうっすね。なんで今回はこの、感じでアジンキラースラッシュでゲージ正規キラーとかね、ありそうっすね。そういう感じでやってくるんじゃないかなと思っております。まあ露骨だね、それもまた、うん、まあ、ちょっと露骨な感じ、本当にありそう、うん、それは、うん、それかプリプリ。あとは少量の、ワープを、ああ、うん、少量してワープを含ませてる、少量のワープを含ませてくると思います。なるほどね。てかもうそもそも重力がいっぱいあったらその時点で結構きついんですよ、クシナダ。まあね、タケルでもさ、実際あんまり適正感ないじゃん。そうだね、まあ、困った時に放つぐらい。てかやっぱマイン重力ってね、スワビじゃないんですよね、ゲージが大体重力なんですよ、うん、ああそっかそっか。でクシナダ動かせないもんね、ジェラエキ使ったら。マイン重力でゲージじゃないのってハクアとね、アシュラだけ、まあ、マインがゲージにできないからでしょ、うん、だから。あとは飛行なんですよ、うん、数が重力なの。だからもう号令適性あるモンスターが少ないので、まあその時点で重力出す時点でクシナダ封じにはなるのかなという思いはしますが、だってさ、こいつまずロビンフットってさ、アジンだと思わなかった？これ何？セクシーなのに、うん、この時点でさ、クシナダやばいじゃん。アジンキラープンプンしない？プンプンしそうだね。ね、これあえて外してるってところ。そう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 。まあね、で逆にこのさ、ワープがさ、こうピョンってあってさ、ボスここにいてさ、ワープがピョンピョンっていってさ、こうここにワープ飛び込めば壁ドンできますみたいな、そういうのもなんかでもいいんじゃないの？それでも簡単すぎない？そういうのもやってもいいんじゃないの？それなんか簡単すぎちゃう気がするよ。確かにね、確かにね、まあ、超絶で壁ドンワンパンとかなんかさしてくんないのかな、まあ、まあそれはやっぱ外してんじゃない？外してくる、うん、わかりました。じゃあそれはないです。外してくるよ。初見パーティー外してくるよ。あれ発表してこうよ。初見ハッピー。ハッピー。初見ハッピー。初見ハッピー。そうですね。クシゼロが使えたりとかっていう可能性はどうですかね。まあ、でも重力だから。あとキラーが。そうですね。正規キラー通りますね。騎士予測で、まあ、確かに変わってないですよね、今まで。うんうんうん。波ゼロ。クシゼロありえるな。確かに。ブロックもあるのか。あ、てか本当に僕結構反射ゲーな気がしてます。でもまたまたカンカン、タケルが多分ね、気持ちよくカンカンをねさせてくれってみんな思ってると思う。いやでもなんかな、なんかあると思うよ俺。また変なの、マガタマみたいなやつ。うん、ありそうっすよね。やっぱね、超絶ってね、基本的にやっぱ全部新、なんか新しい雰囲気出してくるの。出してきます。あ、あれはヒーリング床みたいなやつ。あのニーパゲトゲとかさ、ニーパヒパヒ、ありそうだね、うん、ありそう。あれとか来たら嫌だな。そうですね、まあ、そうなってくると、そうなってくるとどうなんですかね。まああれは本当貫通だと複数回踏まずに済む感じはある、うん、減速するからね、うん、逆に俺貫通の形あるんじゃないかって思ったかもしれない、ね、貫通だと飛行重力はだからあれですよね、あいつあいつ弁慶シャンバラぐらい。あと誰かいたっけ。弁慶シャンバラ、モスラ、モスラは反射、モスラ、これ久々に見た。ちょっとなんかいないか。キャミーも反射か。キャミー反射ですね。反射です。いないのか。意外となんか出てこないですね、パッと。だからいたとしても新キャラなのかな。あ、でもいないと思う。なんで、僕は反射がいっぱい入れてきます。でも貫通は1でよかな。まあ、なんでサブはまずバランシャと、バランシャさん、バランシャと、ロビンちゃん、鉄板ロビンは入れていきたいね。これはで、ここをどうしようね。僕運枠いないんですよね、これ。だってさ、クシナダ潰してくるだろうとか思いつつ、クシナダ入れたいもんね、運枠は。じゃあ俺絶対クシナダ使わせないようにしてくると思うよ。じゃあヒカキンさんにする。やっぱクシナダは重力じゃないじゃん。クシナダはもう悲しいモンスターの筆頭だから。筆頭ですね。じゃあこの中でなんか頼れそうなのは、ええー、ガッチャス、ナッシュ。あ、ナッシュか。
ナッシュはありますね。あ、ナッシュか。うん。なるほどな。ダメよか。普通の山竹でも使えたから、あの、おじいさんじゃないかな。PC さん。これは神化じゃない。こっちの神化ですよね。そうですね。その神化の。そう。僕はどっちかっていうと、地雷を対策していきたいんですよね。行こう。あ、じゃあもう。マリシでいいか。マリシか、クシなどでいいんじゃないですか。天狗天狗はない。天狗はない。あ、気候じゃん。天狗はない。天狗。天狗はない。確かに天狗はね、ダブルアビリティなんですよ。両方いけるんですよ。天狗嫌いなの。やっぱ捨てがね。天狗はね、ちょっとね。あ、英雄の証ね、持ってないからか、まだ。そうそうそう。英雄の証持ってないから、ちょっとやめとこうかな。なるほど、なるほど。天狗軽いんだよ、なんか。ダメージ与えられない印象しかない。なんかね、軽いんですよね。まあ、SS がね、あの煙だからね。煙煙ですね。ポフーっつって。ホーヒーホーヒーだから。ホーヒーではない。ホーヒーっぽい。結構、こいつ飛ぶっけ他の属性も考えた方がいいんですかね。あ、運枠としてですか。なんかでも波ゼロとかなんやかんやで突読みとか使える、そうっすね。ああ、確かに確かに。とか家族数だと白亜、いやもうね白亜アシュラ、いやアシュラはないわ絶対。いやでもないよ。いやないな。のび太ある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 。ドラゾンビ、ドラゾンビ、ドラゾンビちょっと怪しいんじゃないですか。でもね、貫通っすよ。ああ、そうか。まあ、貫通ゲーだったら、うん、あれですけどね。貫通の何か、うん、ね、大黒天は大黒、うん、普通に電撃みたいな。あ、でもそっか。で、こういう大黒天入るんだったらガバ入っちゃうんですよね。まあね、うん、大黒である必要性がない。わかった、これ。お、何？あ、貴族性だけどいいっすか。マモン。おー、飛行重力だ。飛行重力。そうだ、僕持ってないんですよ、あいつ。あ、そうなの。マモン。マモンあるね。マモンあるな。でも今、運枠の話してたんだよね。ごめん。じゃ今ね、パッと見ね、思いついちゃって。オッケーオッケーオッケー。飛行重力だったら、多属性だったらさ、もう食い旗じゃん。まあ、そうっすね。うん、マモンのを運枠で使うってことですか。あ、そっかそっか。そういうことか。そうそう。じゃあ別に、僕が悪かったです、今。まあ、それが理想だよ。うん。やはりそうだ。うん、そう、今日。いや、僕これ櫛でいこうか。いたいたいた。カブトロスビートロン。あ、飛行重力ですか。重力飛行だっけあいつ。飛行重力。飛行重力。シャシャってやってる。ああ。で、SS 貫通化。かっこいいかっこいい、カブトロスビートロン。カブトロスビートロン。ちょっと火力出ないですけど。普通に天狗とかですかね。ですかね。あ、あとね、なんだっけな。そう、あの今回なんかさ、まあ、まだ出てないだけなのかもしれないですけれども、あの属性相性ウピーって書いてないんですよ。あ、確かに。うん、でかくなっちゃった。またバナでかくなっちゃった。横に伸びきってるの。属性相性ウピー、うん、確かに。いつも書いてあるんですよね。あ、いつも書いてあるの。え、書いてないでしょ、超絶は。うそー、爆絶だけでしょ。あ、だからそっか。え、じゃあクシゼロとかもウピーしてないか。そっか、してない、してないわ。ちょっと、じゃあ多属性でもいい。Q&A でかすぎる。これは進化後らしいですよ。進化後じゃない。なんかいるかな。進化前これアップデート。飛行重力いないな。ワールド艦隊だわ。見てるのかな。ワールド艦隊だ。ありますね、ワールド艦隊。いや、まあ僕はでもやっぱこれマリしか串でいきます、運枠は。でもサブはもうこれガチガチ、これで。うん、決定。確かに強そうだな。だってね、まあ、地雷ね。何でいけますか、ババゾンさんだったら。いや、地雷とか出されたら俺もうマジマリシテンとワクシナしかいねえじゃん、だって。うん、まあそうっすね。天狗いるじゃないですか。あ、天狗、天狗もいるけどさ。天狗もいるけどさ、だ重力の時点で結局普通のヤマタクと同じスタイルでいかざるを得ないからさ。そうなるとさ、全く同じになっちゃうと。でもね、結構近い感じにしてくると僕は思います。え、でもクシナガってそんな近い感あった？ないです。いや、タケルに関してはやっぱりもうタケルは重力なんですよ。だって38階で被せてきたもんね。うん、しかも、いや、そこ払拭してくんじゃねえの。だって37はワープダメよかだよね。で、クシナダはワープ、ま、ワープ重力。いや、だからこれぞ新しい山竹だっていう感じじゃないの。分かんないけど。いや、新しくニュージェネレーション開いてくんじゃないのか。多分タケルはタケル、そう、タケルはタケルだよ。やっぱカンカンシステムといえばあるんじゃない。タケル何をしてるんだよ。そうだよ、長州さん怒るぞ。まあ、俺の何知ってんだよ。
じゃあ逆にじゃあタケルじゃなかった場合どうします？ああ俺はガブ4だよ。ガブ4か。進化ガブ4だよ。進化ガブ4当たり前だろ最初は。進化ガブ4でお前電撃で無双すれば話は早い。当たり前ではない。当たり前ではない当たり前ではない、うん、ね、そしたらまあだってあの逆にねこのロミンフットの神化が、うん、ワープ重力かですよね、うん、ワープ重力なん重力ワープワープ重力なんですよ。あのニラカナ適性だからね、うんうん、なんで、まあ、そっちにかぶせてくる可能性も。でもそしたらニラカナと一緒じゃん、うん、ニラカナでいいじゃん。え、ああ運枠運枠じゃ運枠でもあり、うん、まあ、うん、まあ、いない人はニラカナ強いだろうね多分ね。ニラカナでも良さそう。まあそうしたらだってワープの線ってことでしょ。ワープの線でしょ。弁慶弁慶そうしたらワープ弁慶だ。弁慶いるからさ。確かにワープっつったら弁慶だわ。弁慶ロイゼ。作る側の気持ちに考えるとしんどいね。なんか作る側の気持ち考えると今回活躍させたいのは多分ロビンだとは思う。いやそりゃそうだけど、うん、ロビンっぽいんだよな。だからもう出たしね多分ね。あの僕の予想はだからマイン重力差のワープ長老みたいな、うん、マイン重力ワープです。俺マイン重力プニ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 。ああ反射潰すんですか。潰します。いやちょびちょびって。ああ挟まりもだから一人二人貫通がやればいいってことでしょ。そうそうそう、シャバンラシャバンラ、そうそうそう、全員貫通じゃなくて。緑でマインエルとかって言いましたっけ。マインエルはいます。いますカルちゃん、パールバティ、パールバティ、パールバティかの神化っすね。あ神化僕いない。おアンチブロックじゃん。パールちゃんそうだついたんだ。パールちゃんでも貫通だよね。貫通っす。そうだアンチブロックついたんだ。じゃあパールちゃんの神化作るか。あの牛乗ってるやつじゃん。そうです、あの飛び切りの笑顔の子です。もう準備できてるよ。パールちゃんの子だ。ナイランナイランタリア、ナイランタリアです。マイトレーチンのマスターかナイランタリアを選べる。マイメインだったらな。あ、ね、アップデートして便利になりましたね、はい。これ赤はオーバーしてるってことなんだっけ。そうだオーバーしてんだ。便利便利。まあ、そうなの。まあ僕のパールちゃんも待機してます。神化いつでもできます。しかも結構ヘリついてんじゃん。いいね。うんうん。まあ俺はでも俺のモンスターを信じるしかないな。これワープはないわ。マインワープ強いモンスターばっかだ。たまたまだけど俺毘沙門天用にさ、はい、いろいろ育ててたから。あそっかそっか。そいつらが使え、もし使えるっていうことであれば、うん、俺もワンチャンあるけど。ワンチャン、ワンチャンある。けどもうそれ以外考えられない。確かにパールちゃん臭いね。いない。いや逆に降臨でって考えてみて。いやあなた方はちょっとガチャの話しすぎだけど、降臨でいけるっていう理屈から考えて。ああ、怒らないでくださいよ。ちょっと怒らないでくださいよ。ロビンフッドとか俺持ってる。なんちゃって。待ってください。じゃあ降臨、降臨、降臨は、いやそうだよ、超絶っていうのはさ、降臨でいけるっていうコンセプトがそもそもあるわけだから。そうっすよね。はい、これでいきます。はい、降臨の難易度よ。いや、あれ確かに進化前これでいきます。そうすると貫通になっちゃうじゃん。風向きじゃないでしょ。いや、でもそういう理屈から考えたら答えに近づけると思う。じゃあ、口でしょ、口でしょ。だから理屈で言うと俺でもクリアできるっていう理屈なんだから。これ、口でのマジであるな。地雷少ないんじゃないかな、うん、じゃあ、重力メイン、重力メインのブロックいっぱい、ブロック、ブロック、ブロックありそうですね。ああ、うん、重力メインのブロックいっぱいあったら多分半筋とかも強いよ。そしたらあそっか壁ドンがね、うん、そっかそうなっちゃうか。そうなってくるとまたなんかもうタケルでいい、タケルと一緒になってくる感じはある。あそうしたらやっぱプリプリだよ。プリプリを変なとこに置いてあるんだこれ。貫通迷路、貫通迷路だな、ブロックだな。それはじゃあそしたらパールちゃん強いですね。うん、パールちゃんめっちゃ強い。なるほど。というわけでまあいろいろ出たんですけど、うん、まあ多分このね、もう多分どこの人も言ってるかもしれないんですけど、うん、ロビンフッドです多分。うん、ロビンフッドな気がするよね。マイン重力、マイン重力が本命だから、この子が多分使えな、全く使えないってことはないと思う。これ全く使えなかったらどうするの。土適性ってことはないかもしんないけど、全く使えないってことは多分ないから、どっちかは合ってるね。まあ、かろうじて使えるみたいな。まあ最悪でもかろうじてです。
てか多分めっちゃ使えると思う。ああ多分ね、うん、順当にいけば、うん、多分この子さんと運枠とかで回る。いやもう今ね未来が見える。いやだからもうテルマン爆笑してるかもしれないから今これ見て。そうですか。いやーでいやーって笑ってたけれども降臨した次の日に思ったっしょっつって降臨した次の日でしたみたいな。こいつ重心化するんでしょどうせ。ね。ああこいつ重心化するんでしょどうせ。えでもまだ歴史上こういうタイプのやつで重心化してなくないわかんないけど。ラファエルしました。ラファエルかな。あえでもラファエルはほら違うじゃん。こういう偉い人たちとは違うじゃん。あだからナポ列ってことですよね。そうそうそう、うん、ナポチンハンの列ってあと一人誰ですか。ナポチンハンの列は卑弥呼とかじゃない。えそう絶対違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 うよ。誰あー言ってんだよ誰だじゃん言ってみろいやでも絶対違うと思うそれは。ダッキとかでしょ。ダッキも絶対違うあと天草とか。あ天草か。ああでもそうか。天草だ歴史の偉人軍団だ。いやでもやっぱ順当に言ったらチンハンなんじゃないかな。チンハンだってね順当輝いてほしいよね。もっとチンハンはだって輝いた期間よ。いやチンハンこそさなんかそれこそ何ロビンフッド風に出てきたやつでしょ。だからあそう山竹、ね、でもやっぱ属性ガチャなんですよね。獣神祭とかじゃなくて。うん、うんいやいやもうこの話しだしたら俺1時間ぐらい喋る。やべえ止まらなくなる。本当だ関係ないけどサタン重心化してほしいです。あーあーあー神キラー重力、うん、こいつね。まあ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 でも順当に来るならばまあでもまだあれかまだ最近の方ですね。まだ最近の方です。多分これより前にまあ多分この辺ベルダンディとかロキさんとかね。ああ、まだいますよ、うん、バルキリーとかね。すいませんちょっと話がね、はいはいはい、変わっちゃった。バルキリーもね意外と珍しいっていうかワープダメオなんですよね。ワープ追加されましたよ途中で、うん、あ追加された追加された。だからねなんか強いっちゃ強いんですよ。ゲージショット入ったかな、うん、使ってたな本当に。ゲンドルダンサーとかボールが可愛いんだな。見えないじゃんほぼ姿。うんパラメータ見えないの。これアンドロイドとかだと本当に見えないらしいよ。あそうなんそうなの、うんまあ、しょうがないねそれ。しょうがないさあということではい、まあ僕の予想は重力マインワープです。まあ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 てかブロックも出るだろうね、うん、まあ重力マインまあまあ出てきたもんかしらね、まあ、重力マインってことですよね、うん、重力マイン桜井さん今しれっとワープもくっつけてだいぶ広げていくいやこれもう当たった風になるでしょ。 あとまああのもしかしたらダメも出るとりあえず何でも言ってくだろそれ。ひよこももしかしたらいやもしかしたらいやウィンドもあるな。もしかしたらねもしかしたらあるな。もしかしたらもしかしたらアジンキラーだけじゃないかもしれない。聖騎士キラーも神キラーもあるかもしれない。もしかしたらとりあえずもう全部言ってくぞこれこの動画見て意味あるだけどマイン重力でしょマイン重力マイン重力マイン重力ワープだよ。これちょびってワープいやだからその差し込むのやめてくれグーってこうさ見てる人混乱するでしょ勝ち込み上司やめろギリギリ僕は、フレンド枠はオミフットにしておきます。俺何しようかな。俺じゃあマリスタにしとくな。あ、俺いや俺はガブリエルですよあ、そうだな僕開幕はだってガブマモンじゃないの。いや、ガブかな。ガブだな。ガブレとレズ電撃当たっといて、うん、俺ナッシュがもうアップしてるから大丈夫だよ。だってガブリエル使えるってなったらさ相当便利じゃない。便利。いやそうだけどね嬉しくない、うん、あーでもガブ使えたらロビン使えなそうだね。うん、あまあ、そうだね。ダメオで、うん、ダメオ多分ガブは疲れても1体だと思う ね、 でもね。ガブ艦隊で勝てるってことはないです、まあ、あったらね、それはそれでなんかああってなるかあーね。あうん、どんどんいやらしい感じになっていくということしか想像できないと思う、ね、まあ、38回もヤマトタケルも面白いんでみたいな感じになってくれるといいなと思ってます。まあ、だから強いモンスター増えちゃったってことだね。
もう悲しきモンスター。わかった。何だ。サタンアルファだ。セキセキだね。 あいつはだって絶対使えるでしょ。絶対強いじゃん、うん、あいつは。だって、うん、あれじゃん、腐ることないですね。オーランジショットなんで初見向き。早くなったよ、すいません。思いついちゃってすいません。違う俺なんか結局山竹、普通の山竹と同じ感じで行くことになるなと思って。俺もあそうで、俺多分じいさん枠にして、うん、はいはい、サタンアルファ入れて、うん、あとちょっとだけ変えて。あなるほど、まあ、ロビンか、うん、まあ貫通とりあえず入れておくか。いや俺それもうどうなのって思うんだよね。長くなるぞこれ。いやいや、じゃあもうとりあえずこれぐらいしとこうって。はい、これで勘弁しとこう。まあ、当日楽しみに。楽しみですね。してください。なんか、あれ我々、当日は、あの、もう大丈夫です。生放送やります。生放送やります。やるってことなんで、はい、はい、あの、ニコニコ超会議1日目ね、やりますからね。あ、同じ日に。そうそう、同じ日に。同じ日にってことね。ちょっと、あの、ニコニコ超会議でやるわけではないです。そうそうそう、4月29日ですね、ファミスアップ、ニコニコ生放送部ですね、はい、で、我々生プレイしますので初見からいきます。はい、はい、10時から皆さん、9時半から。そうですね、9時半から放送を開始して、うん、ちょっとまあね、最後の予想など、うん、まあね、まあ、誰が当たるのかって話だよね、うんうん、見に来てくださいね。はい、はい、ということで、まあ、ぜひご覧ください。はい、はい、ということで、じゃあいつものようにその辺に PC からご覧の方は登録のボタンからと思いますので、気になった方は登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方はこちらの方にね、登録のボタンとか URL とかあると思いますので、気になった方は登録してみてください。お願いします。そして今言ったけどファミツアップニコノマブ正式稼働しておりますよ、皆さんね、ぜひチャンネル登録、会員登録、入会してみてください。お願いします。はい、します。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。やべ、長ない。長くない。しかも使うだろ、どうせ。長っ。ちょっと止めてくれ。